こんばんは、夕焼け天文部部長なりかっとです。皆既月食と夕焼けを作ろう。この動画撮ってるの2022年11月なんですが、今年の11月8日の夜、皆既月食が見られるということで話題になっています。月が地球の影に隠れるといった現象で、太陽、地球、月が一直線に並ばないと起こらないので、なかなか起こらない天文現象になっています。月が地球の影に隠れるってことは、月は黒くなるのかと思うかもしれないんですが、実はそうではありません。皆既月食の時、月は赤く見えるんです。それがなんでかっていうのを調べると、まあネット上にたくさん記事があるのですぐ出てくるんですが、これ素敵だなーって思ったのがありまして、地球の大気をかすめる夕日が月を赤くほのかに照らしますっていう風に説明されてたんですね。いや素敵。月から見ると地球の裏側に太陽があるわけですよね。そうすると月に向かって夕日が差し込んで月が照らされている、そういった姿になるんだそうです。ああなるほどなーと思ったんですが、ちょっと待ってください。じゃあなんで夕日は赤いんでしょうか。私たちって太陽が見えるのは昼間がほとんどだと思います。昼間って青空があって、まあ、太陽割と白っぽいんですが、夕焼けの時は確かに赤いけど、ずーっと赤いわけではないですよね。じゃあどうして夕焼け、夕日っていうものは赤く見えるんでしょうか。今から夕焼けを作る実験をして、夕日がなぜ赤いのか考えていきたいと思います。このチャンネル、イコットの夕焼け天文部は、夕焼けと同じくらい星空や天文学が身近になることを目指して動画を作っています。チャンネル登録で入部をお待ちしております。はい、じゃあまず使うものを紹介したいと思います。まず水を入れたペットボトル3本です。水、まあ、大体満タンくらいで大丈夫ですので、500ミリペットボトル3本用意してください。そして牛乳です。豆乳でも OK です。これどっちかで大丈夫ですので用意してください。で、この後牛乳を3滴ずつ垂らすとか、そういう操作をします。これストロー付きの牛乳または豆乳なんですけど、ストロー付きのものが使いやすいと思いますのでおすすめします。で、もしスポイトとかあれば、あのストローいらないんですけど、まあ、スポイトってそうそう打ちないと思うので、このストロー付きの牛乳がおすすめです。ストロー付きじゃなくてパックのやつでも、こうスプーンでそーっと垂らすとかもちろんできなくはないので、それでももちろん問題ありません。今回は豆乳じゃなくて牛乳使いたいと思います。そして白い懐中電灯で、これなるべく明るいものの方がいいです。ちょっとここ照らしますね。こんな感じ。おお、結構明るいですね。そして白い壁とか紙とか何でもいいです。これ夕焼けを今から作って、どこに作るかっていう部分なので、これ白い紙、白い壁とかあればそこで大丈夫です。で、私はせっかくなのでこれ月を用意してみました。なのでこれにうまく夕日が当たって皆既月食になればいいなぁと思っています。これで使うもの全部なので簡単にできますので、ぜひ一緒にやってみましょう。で、あと、まあ、忘れちゃいけないの、これですね。あの、ブラックコーヒー。今回、ネスカフェのゴールドブレンドなんですけど、これはですね、牛乳余ったものをここに入れて、飲もうかなと。ぜひ皆さん、お好みのコーヒーで、お楽しみください。はい、それでは実験していきましょう。まず、何がしたいのかっていうと、今、懐中電灯照らしますね。今、この懐中電灯の明かりが太陽だと思ってください。今、真っ白ですよね。で、この白い、明かりを、このペットボトルと牛乳を使って、なんとかして赤くできれば、それ夕日だってことになりますよね。このペットボトルと牛乳を使って、なんとかして太陽の光赤くならないかな、そういったことを考えてみます。で、牛乳このまま使っていいんですが、今わかりやすいように私透明な容器に入れますね。おお。はい、じゃあまずペットボトル1本と牛乳使います。で、今からこのペットボトルの水の中に牛乳を3滴入れてほしいんです。こっから3滴だけ入れるっていうのがなかなかスプーンとかだと難しいので、ここでストローの登場になります。で、ちょっと見やすいように後ろにこの黒い紙敷きますね。で、ストローで液体を捕まえてみたいと思うんですけど、今ストローの先っぽをこの液体の中に入れます。で、この状態でこのストローの上の穴を指で塞ぐ。で、そうして持ち上げると牛乳が吸い取られてるの分かります？で、これ今上の指を離すと、せーの、はい、じゃーって流れる。これを駆使すれば、ちょっとだけ牛乳を入れるってことできそうですよね。なので、まあ、これくらい、これ今結構ちょうどいいんだけど、ストローで言うとこれくらいだと、1、2、3滴くらいになりますね。まあ、だいたい2センチくらい？ 3 滴が4滴とか5滴とかになっても大丈夫ではあると思うので、まあ、おすすめは
3滴くらいです。で、じゃあ今からこれペットボトルの方に3滴入れてみますね。で、これ結構綺麗なので、このペットボトルよく見てみてください。はい、それじゃあ行きまーす。せーの。はーい。おー。どんどん上から、こう下へストーンって感じじゃなくて、すごいもやもやもやって、上から下に向かって流れているのがわかると思います。このまま待っててもいいんですが、混ぜちゃいます。今、あんまり混ざってないと思うんですが、この後、キャップ閉めて、この黒いの避けますよ。キャップを閉めて、振っちゃいましょう。全部ちゃんと混ざるように振ってあげます。で、そうすると、これ牛乳入りです。ただの水と比べてみましょう。ただの水の方が結構透明ですね。牛乳を入れた方のペットボトルと、水だけしか入れてないペットボトルの2つができました。これを使って、この懐中電灯の明かりがどうなるのか、ちょっと確かめてみましょう。それではまずこちら、ただの水だけ入れた方になります。で、今から何やるかっていうと、もう一回照らしますね。普通に照らすと、こんな感じで白っぽくなってますよね。で、これを、この水を通して、この月、白い方を照らすと、どんな風に見えるでしょうかっていうのをやってみます。で、まあ、これは多分想像つくと思うんですが、実際やってみましょう。何もない状態がこれです。めっちゃ明るいですね。で、今、ペットボトルの水を通して照らしてみます。いきますよ。そうすると、さあ、どうだ？お！ちょっと通ったっぽいですね。ちょっと形が違ったりしてるんですけど、まあ、白は白のままですよね。ただの透明な水なので、これを通したところで、白い明かりは、ただの白い明かりにしかなりません。さあ、続いて、こちらの牛乳を3滴入れた方の水でも同じことをやってみましょう。照らします。今何もかけてない状態、真っ白ですね。で、こっから、この牛乳入りの水を通して月を照らしてみます。はい、せーの。こんな感じ、こんな感じ。あ、若干色変わったのわかります？ちょっともう一回そっと出しましょう。これが何もない時で、牛乳を入れた水を通して照らしてみます。せーの。こんな感じ。あ、どうだろう。若干オレンジっぽくなったなーっていうのわかりますかね。実際さっき水だけを通してみたやつと牛乳入りの水を通してみたやつを比較してみましょう。ちょっとだけだけど、少しオレンジ色になってるのわかりますかね。これペットボトル1本分しかやってないので、ちょっとしか変わんなかったのかなって思います。っていうことは、今手元に水3本ありますので、3本とも牛乳をまた3滴ずつ入れてみましょう。これは一旦入れたので、あと2本に牛乳をもう一回入れてみます。あ、一応見ましょうか。これで、ね、3滴ずつね。せーの。はい、右も。はい、おー、綺麗ですね。まあ、これ一つ取っても本当に自由研究になるくらい面白いと思うんですが、ここではそれではなくてですね、夕焼けを作っていこうということをやっております。ということで、じゃあこれ混ぜていきましょう。さあ、ということで同じものが3本できました。光が通るところの長さ長くなってます。だからさっきよりは違いもっとわかるんじゃないかなと思いますので、さっきと同じことをやってみましょう。ということで、ペットボトルを一直線に並べて、こっち側から明かりを当てて、この中を通して月に当てる。そういう時にどんな色になるのかを見てみたいと思います。じゃあまず何もないバージョン、こっちの外側から照らしてみますね。いきます。せーの。はい。そうすると、まあこれ白っぽいでしょうという風に見えると思うんですが、じゃあこれをペットボトル越しに照らしてみます。いきます。せーの。はい。どうだ？あ！あ、見えます？見えます？ちょっと狙いが難しいな。この辺か。これわかりますかね？結構オレンジ色っぽくなってるの見えるんじゃないかなと思います。もう一回外側に出してみましょう。せーの。はいと。これが何もないバージョンです。で、ペットボトル、牛乳入りのペットボトル通すと、せーの。はい。あ、結構オレンジじゃないですかね。これ、月がないところの方がわかりやすいかもしれないんですけど、確かに、まあ、オレンジっぽく見えてるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとわかりやすいように電気消してやってみましょうか。はい、ということで電気消えております。もう一回同じことやってみましょう。明るくなりますよ。せーの。はい。あ、こんな感じ。めっちゃ明るいですね。真っ白だと思うんですが、ここから牛乳入りのペットボトルを通して見てみます。いきますよ。せーの。はい。
あ、どうだ。あー、どうだろう、これは。ちょっとこのカメラの関係でこっちの方が分かりにくいかな。でも、この手元で見ると、割と赤いんじゃない？え、めっちゃ赤いじゃん。赤い赤い赤い。赤っぽいというか、まあ、オレンジ色ですよね。これカメラに撮りたいな。いや、撮れてますよね、多分。はい、それではここからは実験の結果を踏まえていろいろと考えていきましょう。で、今この一番右側のやつだけ一旦水捨ててただの水だけ入れたものにしてきました。じゃあまず実験でどんなことが分かったのかっていうことをおさらいしましょう。ただの水の時はこれ明かりを通しても白っぽいままでした。これに比べてこっち、牛乳入りの水をさっきは3本つなげて照らしてみるとオレンジ色になって見えているんでした。ということはやっぱりただの水じゃなくて牛乳を入れたところに何かポイントがあるんじゃないかっていうことになりますよね。じゃあそれが一体何なのかっていうのがここから考えていくことなんですね。この実験を考えて夕焼けが赤くなる理由っていうのを考えていくんですけど、じゃあまずそもそも光について考えてみましょう。今白い光っていうのを使ったんですけど、白い光っていうものはいろんな色の光が混ざった色っていう風になっているんです。虹の7色ってありますよね。紫、藍色、青、緑、黄色、オレンジ、赤、この7色だと思うんですが、ざっくり言うとこの7色が全部合わさると白い光になるっていうことが分かっています。実は色が違うと少し光の性質が変わってくるんですね。例えばどういうものかっていうと、粒々があるところに行った時の散らばりやすさ、散らばりにくさっていうところも色によって違うんですね。どういうことかっていうと、これで実際に説明しましょう。今牛乳が入った水なんですが、これをめっちゃ細かく見ると水の中に牛乳みたいな粒々がたくさんあるってことになってます。実は赤よりも青の方がこの粒々があるところに当たってで散らばりやすいんですね。イメージは青い光はこの中にある粒々にすごいぶつかりまくっちゃう。赤色の方がどちらかといえばここをくぐり抜けられるっていうイメージです。そうするとさっきやったみたいにこの粒々ゾーンっていうのが長ければ長いほど青色っていうのはどんどんぶつかって散らばっちゃいます。青い光はこの序盤の方でぶつかってすり抜けられなかったものが多い。そうして青っぽい部分は散らばって赤っぽい部分だけが残ったっていうことになったんです。ここで地球とその周りの大気、分厚い空気の層と太陽の位置をうまく考えてみると、夕方太陽から出た光が大気を通って私たちのところにやってくる、大気を通る距離が長いんですね。で、そうすると結果的に赤い成分だけ残って、赤っぽい部分だけが私たちの目に届いて、夕日とか夕焼けとかが赤く見えるっていう原理になっているんです。で、夕焼けとかの時ってこう建物とか地面とかも赤くなってるじゃないですか。その夕日が月に当たって赤く見えているっていうのが皆既月食が赤く見える理由になっているんです。で、こっからが大事で、じゃあこの実験をどういう風に深めていくかっていうことを提案したいと思います。で、そうすると、それぞれのオリジナルな研究になっていくと思うので、紹介したいと思います。まず1個目なんですけど、まあ言っても、さっきオレンジでしたよね。皆既月食みたいな赤とか、夕焼けみたいな赤までは、やっぱまだ言ってないじゃないですか。でも欲を言えば、やっぱりあの赤を再現したいですよね。じゃあそのためには、どういうところを工夫すればいいでしょうか。例えば僕が思いつくのは、この牛乳3滴入れたんですけど、30滴にしたらどうかなとか、ちょうどいい牛乳と水のバランスってもしかしたらあるかもしれません。で、実際にちょっとやってみましょうか。これが牛乳0滴、ただの水です。これが牛乳3滴で、こっちも牛乳3滴なんですけど、じゃあ例えばここに、あと7滴くらい足しますか。よっ。1,2,3 ああ、結構入れちゃった。これくらいにして、混ぜてみましょう。結構見た目が違うと思います。これがただの水。3滴、10滴くらいなんですけど、結構見た目違いますよね。これで実際に光照らしてみますよ。まずただの水がこんな感じ。これただの白ですね。牛乳3滴はこんな感じ。これもやっぱりまだオレンジではないですよね。若干こっから見るとオレンジなんですけど、
牛乳10滴のやつはこんな感じ。あ、これ結構オレンジ色になってますね。ただ、結構暗くなってるなーって感じが。じゃあどういうのがいいんでしょうか。で、あと思いつくのは、例えばペットボトルの本数とか、この懐中電灯どんなものを使えばいいのかとか、そういった工夫できると思います。ぜひ皆さんならではのベスト夕焼けを見つけてみてください。で、あとさらに深めるならってことなんですが、今これ牛乳入れましたよね。これただの水なんですけど、これ例えば、これどうですか？これコーヒーなんですけど、コーヒーじゃなくてもお茶とかジュースとか砂糖水とかでもいいと思うんですけど、これだとどうなるんでしょうか？ちょっとやってみようか。一応背景白にしてみますね。もうコーヒー入れます。せーの。はい。ってなると、あ、なんかこれ牛乳の時と様子違いませんか？もうなんかすぐ、こう結構水と一緒になっちゃってるなーって感じするんですけど、そうすると、これまあ見た目全然ただの水と変わってないですね。実際に照らしてみると、これ何もない状態で通します。すると、こんな感じ。ああ。これ全然変わってないですね。じゃあ、これ牛乳入りの水とコーヒー入りの水って何が違うんでしょうか？で、もちろんコーヒー苦手な方は、緑茶とかジュースとか、これとこれって何が違うんでしょうか？そういったことを調べると、どんどん研究にこう厚みが出るんじゃないかなと思います。で、もう一個さらに踏み込むならって話なんですけど、で、これはかなり踏み込んだ話になってくるんですが、昼間にも太陽は大気を通って地球まで届いてるわけです。地球上にいる私たちからは、そこで青空が見えているはずですよね。え、じゃあ、これもう一回やりますよ。こうした時に、これ、ここ、このペットボトル、これなんで青空になってないんですか？この部分、青空になっててもおかしくないですよね。え、なのに、ここはなんで、このペットボトル全体が青いみたいになってないんでしょうか？っていうことも、ぜひですね、調べてもらえたらと思います。え、まずは、自分が気になった部分から調べていって、例えば、今の実験だけでも他に色々気になることあると思います。そういった、自分なりの興味っていうものを見つけて、調べてみると、もっと面白い現象が見つかっていくかもしれません。この実験簡単で、ペットボトルと牛乳と懐中電灯だけあればすぐにできますので、ぜひ、お家でも、夕焼けを作る実験やってみてください。今回の実験やってみたくなったな、良かったなという方はぜひ高評価と、そしてチャンネル登録ボタンで入部をよろしくお願いいたします。ぜひ皆既月食も11月8日見てみてください。夏休みとかで見ている方もいるかと思います。ぜひ夏休みの自由研究にいかがでしょうか。それではまた次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。またねー。